私、思い出したんです。先輩がセントラルカセドラルへ連れて行かれた時、きっと聖号騎士になって先輩を助けに行くって約束したの。でもまだ私は先輩のお荷物になってばかりで、私必ずあの約束を守って悠長先輩のそばへ立つのにふさわしい騎士になります。その時に改めて告白させてください。